ロヒコイサオは台湾、モモゾノ県出身の男子プロテニス選手。当地のテニス選手として初めてシングルスランキングトップ100以内に入った選手である。身長 180cm、体重 74kg。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。ATP ツアーでシングルス優勝はまだないが、ダブルスで3勝を挙げている。 自己最高ランキングは、シングルス33位、ダブルス86位。ジュニア時代に、シングルス最高位3位、世界スーパージュニアテニス選手権大会シングルス、準優勝などの記録を残してきたロア2001年に、プロ入り。同年から、男子テニス国別対抗戦、デビスカップチャイニーズ台北代表選手に選ばれる。2004年、 ウィンブルドン選手権の前哨戦として知られる、クイーンズクラブ選手権の2回戦で当時、世界ランキング3位のギレルモコリアを6の2、6から4のストレートで破ったことにより注目を浴びるようになる。同年には、アテネオリンピックのチャイニーズタイペイ代表選手として、シングルス部門に初出場したが、1回戦で、ヤルコニエミネンに敗れている。2008年全米オープンにて、 翌2005年にはダブルスでも顕著な記録を残し、年初の大会として知られる、チェンナイオープンにおいて、ライナー・シュットラーと組んで出場したダブルスの決勝で、マヘシュブ・パシ、ヨナス・ビョルク番組を下し ATP ツアーのダブルス初、優勝。続く、全豪オープンでは、鈴木・隆夫とのペアで、ダブルス部門に出場。3回戦進出の記録を残した。その後、 ツアーレベルではしばらく1、2回戦敗退が続いていたが、ツアー下部のチャレンジャーシリーズで着実にランキングを上昇させた。2度目のオリンピック出場となった2008年北京、五輪では1回戦で、第6シード、当時世界ランキング6位のアンディ・マリーを、ストレートで下すバンクルわせを演じ、ユルゲン・メルツアとの3回戦まで進出した。2010年ウィンブルドンでは四回戦で、 アンディロディックを4から6、7から6、7から6、6から7、9から7で破り、台湾人初のベスト8進出を果たした。準々決勝では、ノバク・ジョコビッチに3から6、2から6、2から6で破れた。2012年7月のロンドン五輪で3度目のオリンピックに出場したが、1回戦で、チュニジアのマレク・ジャジリに6から7、6から4。 3から6で破れた。9月のタイオープンでは、ダナイ・ウドムチョクと組んだダブルスで決勝に進出。エリック・ブトラック、ポール・ハンリー組を6から3、6から4で破り7年ぶりのダブルス2勝目を挙げた。2014年2月のハイネケンオープンで準決勝で、世界ランク3位のダビド・フェレールを6から4、7から6で破り、初のシングルス決勝に進出した。 決勝では、ジョン・イズナーに6 7 67で敗れ初優勝を逃した。また8月のシンシナティマスターズの2回戦で、世界ランク5位のトマーシュ・ベルディヒを3から6、6から3、6から4で破り、3回戦まで進出した。9月には、ニガワアジア競技大会に出場した。そのために当初エントリーしていた、チャイナオープンを欠場することとなったが、 この欠場に対し ATP はロに対し罰金と3年間の出場停止処分を受けることになると警告した。結局ロはアジア競技大会に出場しシングルスの決勝に進出したが西岡義人に2から6、2から6で敗れ銀メダルを獲得した。アジア競技大会出場に対してロは罰金処分を受けたが出場停止処分はなかった。 2015年1月のチェーンナイオープンで、ジョナサン・マレーと組み、決勝で、レーベン・クラーセン、リーンダー・パーエスに勝利し、ダブルス3勝目を挙げた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退。 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2013年全仏2回戦の不戦敗は、通算成績に含まない。 ありがとうございます。